こんにちは、潮の群れ教会吉川直美です。今日は19日、聖日、列王記第2の20章1節から11節まで、私たちの祈りを聞き涙をご覧になる神というところから主の御声を聞いてまいりましょう。列王記第2、20章、1節から11節。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへ、アモツの子、預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈って言った。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持って、あなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。イザヤがまだ中庭を出ないうちに、次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のためにまた私のしもべダビデのためにこの町を守る。イザヤが干しイチジクを一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて主物に当てた。すると彼は治った。ヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒してくださり、私が三日目に主の宮に登れる印は何ですか？イザヤは言った。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことを成就されます。影が10度進むか、10度戻るかです。ヒゼキヤは答えた。影が10度伸びるのは容易なことです。むしろ影が10度後に戻るようにしてください。預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの日時計に降りた日時計の影を10度後に戻された。主がこのヒゼキヤ王とユダをアッシリアから、救ってくださって、感謝のつかの間といいますか、その直後にイザヤによってヒゼキヤ王の死が宣告されました。死ぬ準備のために家を整理せよと命じられています。ヒゼキヤはこの頃、39歳40歳というふうに考えられます。まだ、働き盛りのところですよね。そこにいわゆる死の宣告が、余命宣告が下されたんです。ヒゼキヤはショックのあまり大声で泣き出しました。強く、力強い王様でした。その彼が大きな声で泣いたとあります。壁に顔を向けて泣きながら祈りました。どんな名誉や力があったとしても、あるいは功績、財産があったとしても、死に打ち勝つことができないというその現実にヒゼキヤは直面をしました。自分がそんなに早く死んでしまうことは納得できない、あなたに仕えてきたのに、宗教改革も行ってきた、それまでの悪王とは違ってあなたに従ってきた、どうして命を取られるのかわからない、そのように主に訴えています。そしてこの訴えは決して嘘でも誇張でもないんですね。当時、命の長さというものは
神様の前における正しさと結びつけて考えられていました。ですから最大の祝福は長命なんですね。今でも私たちの社会でもそのように考えるところありますよね。反対に、短命は神様の不況を買ったためというふうに考えられています。ですから何か罪の結果として命が短いというふうにも考えられていたんですね。けれどもヒゼキヤ王はユダだけでなくイスラエルにおいても信仰が回復するように神殿に関わるいろんなことをこう改革していきました。彼はその彼の後にも先にもユダヤの王たちの中に彼ほどのものはいなかったとまで言われるほど、主に従っていったわけです。死を宣告されて納得できないその思いも不思議ではありません。ここで壁に向かうというのは、決してヒゼキヤが目に見える偶像を拝まなかったということですよね。自分一人で神に向かって祈った、神様と対話をしたんです。そしてヒゼキヤは、私はあなたに仕えてきたではないかというふうに訴えると同時に、最後はどうか私を思い出してくださいというふうに祈っています。自分がこういうふうにしたからああいうふうにしたからというそのようなことではなくて、思い起こしてください、主が思い起こしてくださること、そのことにこうすがったんですね。イエス様が十字架につけられた時に一緒にかけられたあの盗人の一人、犯罪人の一人も、主よ、あなたが御国に行かれる時は私のことを思い出してくださいと訴えていますよね。その時にイエス様は、あなたはパラダイスにいるというふうに、私と一緒にパラダイスにいるというふうに約束をしてくださいました。主はそのような祈り、へりくだった、ただただ私のことを責めて思い出してほしい、他に自分が何をしたこうしたということではなくて、あなたが思い出してくれさえすれば、そのような切実な祈りに応えてくださるんですね。このヒゼキヤのその祈り、涙を見た主がもう帰ろうとしているイザヤを引き止めて語りました。私たちが涙を流して本当に心から主に祈っている時に、主はすぐに気づいてくださるんですね。そしてそのために応えてくださいます。ヒゼキヤのこの涙の祈りに応えてくださった主の言葉、本当に慰めに満ちていますよね。私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た。私たちも祈るときにこの言葉を支えにしますよね。きっと神様はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙を見たとおっしゃってくださる。そしてヒゼキヤに答えてくださったように、答えてくださる神様であります。こうしてヒゼキヤの病気は癒され、で3日目には立って歩いて診断に行けるように回復しました。そのように主が約束をしてくださったんです。そしてそれだけではなく、ヒゼキヤの寿命を15年延ばすと約束してくださいました。そしてエルサレムをアシリアの手から救い出して、主ご自身のためにまたダビデに約束したゆえに、最後までこのエルサレムを守り抜いてくださるという約束をしてくださいました。そしてイザヤが星一軸を持ってきて、その病んでいるところに当てると、ヒゼキヤは病から回復をしたんです。ヒゼキヤは完全にこの病から治って、3日後に神殿に登る印として約束が欲しいというふうにお願いしました。そしてその約束は、より難しい時計が逆回転する、過去に戻るという方を願い出ました。これは天地創造の神様、天地を作られた神様だからこそ行うことができた奇跡です。かつて主はヨシアの祈りを聞かれて、日が一日沈むことをとどまらせるようになさいました。そのような印をも主はこのヒゼキヤに与えてくださったんですね。
ゼレスの38章10節以降には回復したヒゼキヤの祈りがあります。ヒゼキヤはこの死の病、死に向かう病を与えられて、苦しみを通ってそれを癒してくださる神様の愛と力を知りました。ですからこの祈りの時にも、どうか私を救わかねし、私を生かしてくださいと謙遜に祈ることができました。私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられましたというふうに祈っているんです。自分には罪がない、自分はこんなに主に尽くしてきたと最初思ったヒゼキヤでしたけれども、自分が生かされているのは本当に主の恵みによるのだということ、そしてこの死に直面して苦しんだことのゆえに自分はそのことを知ったのだ、平安を、本当の平安を得ることができたのだ、そして主がその過去の過ちさえも気時計を遅らせることのできる神様だからこそ、その過去の罪をも許すことができるお方であると告白することができたんですね。神様はヒゼキヤの命を延ばされるだけではなくて、ヒゼキヤのその霊の目を開いてくださり、エルサレムの救い、ヒゼキヤの救いの約束の確かさということを聞かせてくださったんです。もし皆さんがこのヒゼキヤのように、もうあなたの命はないと宣告されたらどうされるでしょうか。私も自分自身のことを考えてみたんですね。ヒゼキヤのように、私はこんなこともして、あんなこともして神様に仕えましたとはとても言えないなと思うと同時に、でもやっぱり最後は思い出してくださいと祈るしかないなというふうに思うんです。そしてもしこう伸ばしていただいたとしたら、どんなふうに生きていったらよいのかなということを考えなければいけないと思わされます。神様は真剣に祈り求める者に応えてくださり、そしてそれ以上にこう恵みを与えようとしてくださっています。既に決められていたこともこう覆して、豊かな恵みを、祝福を与えてくださろうとしてくださるお方、そしてそのことを通して、こうその不安や苦しみを通して、さらにこう私たちが主に従うことができるように、その道を開いてくださるんですね。終活という言葉もよく耳にしますけれども、決してこう宣告を受けたからではなくて、私たちがこう今与えられている人生の毎日毎日を、このヒゼキヤに命を延ばしてもらったかのように生きていくことが求められているのではないかなというふうに思わされました。一言お祈りをいたします。愛する主なる神様、私たちの命はあなたから与えられ、そしてその命が閉じる時もあなたの御手によるものです。さらにあなたが私たちに与えてくださっている命は、この生命としての地上の命だけではなく、永遠につながる永遠の常しえの命を備えていてくださっていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ私たちがその命の主であるあなたをいつも崇めることができますように、あなたの前にへり下って、覚えていてください、私を思い出してくださいと願い求めるものであるように、私たちの残りの日々が本当にあなたを慕うそのような日々でありますように、どうぞ主が導いてくださることをお願いし、また期待をいたします。私たちの命の贖い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。